こんばんは、こんばんは。皆さん、お疲れ様です。服、ありがとう。心拍数下がってないじゃない。上がってないじゃない。測ってない。測ってない。つけよう。じゃあつけます。これさ、めっちゃつけるのさむずいよね。なんかアップルウォッチを一人でつける、ま、ず時計をさあんまつけることがなかったんで、時計を一人でつけるっていうのが難しい。めちゃくちゃむずいです。それかわいい。これじゃん。つけました。シャキーン。ありがとう。チーズバナー。一番何使ってるの？それが未だにあんまり使い方を習得してないせいで、私心拍数しかあんまり見てないんですよね。そう。本当に心拍数しか測ってない。本当に。あ、103でした。102。ずっと。え、万歩計使えるの？そうなん。万歩計どこで使うん？歩数。え、どこで見るんかいね、歩数とか。あんまわかりません。ただなんかこうかっこいいっしょって感じでつけてますけど。あ、これかな。あ、ワークアウト。屋外ウォーキング。3、2、1。うわー、なんてこれ違ったわ。あ、ちょ、ちょっとねえ、勝手になんか始まった。スライドする。本当だ。終了。これ違いました。あ、これなんか、運動のなんかですね。全然あんまり把握してない。やばい。何歩歩いてるか？どうやって見るの？ヘルスケアみたいなのが入ってるのかな？わからん。え、なんか見える。なんかほ、なんか見えたくない今画面に。え、なんか見えんかった今。なんかあのほこりみたいなんが。え、見えんかった。嘘。なんかほわほわしてたのこの辺。ゾンビ。え、ゾンビじゃない。え、私だけ見えたの？めっちゃ怖いんだけど。なんかあのもやもやみたいなのが見えた。叩いてみた。もやもやは叩いてしまえ。あなた疲れてるのよ。え、私疲れてるの？疲れてないよ、大丈夫。トトロみたい。あの、なんだっけ、ゲジゲジじゃなくて、なんだっけ、あの黒いやつ。あれ、あれね。あれ、バーンみたいなやつね。真っ黒クロスケ、真っ黒クロスケでした。まあ、こうやってやってるだけでもう、すでにかっこいいですよね。それらしいのはね。にゃんこありがとう。
と何も設定してないから、あの設定するところからかも。見た目大事よ、見た目。メール？メールわからん。でもなんか LINE、携帯と同期しとるけさ、LINE がさ、通知はブーってくる、ここに。あの、携帯を開いてない時に。来ます。立ち上がりましょうって言われないか？言われたことない。携帯に？うん？あ、Apple Watch に？ LINE の返信できるよ。あ、そうそう。なんか、あの、簡単なスタンプみたいなのがある。了解です。あ、なんか文字の定型文みたいなのがある。了解です。今向かってます。運転中です。とかって言う。なんか LINE は音声入力か簡単な定型文。こう自分で文字を打つことはできんけど。電話できる？したことない。こうやって？どこについてんの？もしもーし。もしもしーって。わからん。やったことないっけさ。電話これやったことない。オキポが定型文使われたって言ってた。やった。やった。オキちゃんに、なんか来たからメッセージに、返したんですよ、全部。今向かってます。運転中ですとかって、めっちゃ定型文全部送って、めっちゃあるの。なんか、7、7、7、8個ぐらいあって、全部送って、どういうことみたいなの来て、どういうこと、え、来るん、え、何みたいな。了解です。一人で会話。一人で会話して、免許？運転中です。やりましたね。いや、ちょっとすごーと思って。ありがとう。チャリの運転、まあ、チャリの運転中にはもう送んないですよね。てか、運転中って送って、送っちゃ、あ、微妙だよね。いけないよね。なんかすごいの、ほんとに。ただ、あんまり使い方が。あの、ペイペイ入ってます。ペイペイ。ペイペイ使うときどうやってやるんだろう。こう。じゃん。ペイペイ。ペイペイ。ペイペイ。もう、ガッツポーズのペイペイしか出てこないな。残高？残高あるよ。あるんだから、ちゃんと。ペイペイね、結構使うんよ。ありがとう。お店の人がびっくりする？使ったことない、これで。なんか、そういう支払いとか。やったことない。その、ピーみたいな支払い。ペイペイ使うとき、なんかコンビニとかは、基本、現金払いたいんですけど、マジで、朝混んでる時とか、あとは、なんか新幹線乗る前とかも急いでる時、もう、あともう、列がめちゃくちゃ混み合ってて、後ろにすごい待ってる人とかがいたら、ペイペイにする。チャーンで終わるんで。マジで秒で終わるんで、レジが。
時間によって、うん、普段は現金払い。私現金の方、現金が好きなんですよねって今言おうとしたけど、なんかちょっと生々しい。現金の、現金で払う方が好きなんですよね。あの、現金でお支払いするのが好きなんですよ。そうそうそう。ちょっと語弊が生まれますね。ご丁寧ありがとう。そう、あの現金払い、でも好きでしょ。いやちょっと本当にこの質問に対して本当嫌いって答える人ほぼいないと思うんですよね。そう思いませんか。もう好きとか嫌いとかじゃなくて必要なんです。お金は生きていく上で必要。クレジット使わないな、あんまり。うん。うん。うん。ネットショッピングぐらい。ありがたわーだ。ミッキーさん。ありがとうございます。もう、呼び出しまくりなんですけど。ありがとうございます。これ何？服？服？ありがたわー。服？熊手？あ、これ熊手なの？豪華。もう、すごい豪華。ありがとうございます。呼び出すよ。豪華な熊でいただきました。招き猫もありがとう。熊の熊で。カード作る時の職業欄なんて書くの。覚えてない。書かない。書くとこあったっけそんな。わかんない、覚えてない。生々しいんだけど、個人事業主？自営業？って。空欄では審査、あ、じゃあ何かしら書いてるわ。もう覚えてない。覚えてないですよ。でも職業聞かれると困りますよね。なんて書いたらいいかわかんない。生々、職業ゾンビ。
出た。さっきまでゾンビのドラマ見てました、お姉ちゃんと。まだゾンビに囚われてるんですよ。もう夜も恐怖で眠ってるんですよ。もう怖い怖いって思いながら寝て、朝起きたら朝が来たってなって、でまた夜になったらゾンビ見て、え怖い怖い。お姉ちゃんとさっき見てました、見始めました。もうちょっとめっちゃ前に配信されたんですけど、ネットフリックスのやつで、なんだっけな、今日から、うん、違う、僕たちの、あ、なんだっけ、学校、なんだっけな、学校のやつなんだけど、学校、僕たちの学校は、みたいな、なんだったっけな、出てこない、題名が。めっちゃ怖いよ。めっちゃゾンビのモノマネ得意になったもん。韓国、そう、韓国のやつ。学園、なんか学校でゾンビが増えていくやつ。でも、ドラマです。何話もあるやつ。今私たちの学校はそれだ。それそれそれ。今私たちの学校は、なんかお姉ちゃんが全部見てたんですよ。で私がゾンビゾンビって言ってたら、お姉ちゃんがじゃあこれ見ようって言って、お姉ちゃんもなんかめっちゃ前に見たから一緒に見返そうって言って見始めたんですけど、お姉ちゃんが全部ネタバレするんですよ。あこの人ねこうなんよみたいな、あこの人はねこの後こうなるよみたいな、もう全然面白くない。横で言われたらはぁみたいな、えなんでそれ言うみたいな、もう全部言ってくるんですよ。でマジで途中で私もう怒ったんですよね。えマジで本当に言わんとってみたいな、もうなんでネタバレするみたいな、たらなんか言わなくはなったんですけど、そのもうその後からは、あこの人ねまあなんかあるよみたいな、なんかネタバレはしないけど匂わせてくるんですよ今度。そうなんです、もうずっとお姉ちゃんがもうマジで言いたい言いたい人、なんかまああるんだろうなって思って。お姉ちゃんも全部見てるからもう結末知ってるんですよね。一人でゾンビ見れるか、いや見てたんですけど怖すぎてもう目をつぶりながらずっと見てる。そういうの苦手だから、ほんとグロいシーンとかもってなってる。でもね、ゾンビはいろんなゾンビがいることが分かったんですよ。なんかマジでいろんなゾンビがいるのよ。なんかね、もう映画によってドラマによってもマジでゾンビの種類が全然違う。共通してる部分もあるんだけど、ゾンビ200種類ゾンビ1200種類おるかもしれません。いや本当に、ゾン100、えゾン100わかるよ。マイアンさんが出てるやつです。あれは愉快な、ちょっと愉快だね。結構なんていうんかね、なんかなんていうんかな、怖いだけじゃなくって、いやゾンビ自体が愉快っていうよりかは、なんかゾンビはゾンビで怖いんですけど、なんか
ちょっとコメディ入ってる感じの、まあなんかちょっと面白いシーンがあったりあるようなやつ。前向きになれる。そう、なんかブラック企業で働いてる人が、そう、働いてる男の人がいて、そう、その人がなんか、そう、ゾンビがね完成してて、もう会社に行かなくていいんだって言って、やったーってなって、なんか普通もうゾンビがーってなるのに、会社に行かなくていいみたいになって、でなんかそう、ブラック企業で何もできなかった、でやりたいことをやるみたいな感じで、ゾンビになるまでにしたいこと100みたいな感じで、なんかいっぱいやりたいことをノートに書いて達成していくんですよ。そうさ、アニメ、主人公は結構前向きポジティブ、これも韓国の、うん、これは日本の、そう、めっちゃ映画はマイアンさんがマジでかっこいいよマジでもうできる女性、ゾンビを倒します。まいちゃんもできる。じゃあゾンビの方ができそう。ダメですよ。毎日ゾンビの話をしていたら、まいちゃん100個何する？何しよっかな。私？やりたいこと？やりたいことか。ゾンビになるまでに？ゾンビにはなりたくないけども。なんかさ、やりたいことなんですかって聞かれてさ、まあ、仕事の面はいいとしてさ、なんか、なんて言うん？プライベートの面でやりたいこと聞かれるとむずくない？私マジでプライベートでやりたいことって言われたら、結構難しいかも。親孝行？それはしないとダメですね。お仕事もいいかなね。旅行？なんかね、旅行、旅行なんか向いてなさそうなんですよね、私。したいけどね、なんか体力がないんだよね、あんまり。一人旅はできんな。孤独に耐えられんかもしれん、旅行は。朝早く起きて観光とかできない人だ。そうなんです、マジで朝早く起きれないんですよ。だから家族旅行とかも大体私いつもめっちゃ怒られるんですよね、起きないから。よく怒られてた。なんか泊まりの旅行ってさ、朝早く起きれないんだよね。困ります。温泉旅行したい。なんか大人になってから家族の旅行あんましてないから、なんか行きたいねって言ってるけど全然行っ
ってないですね。行きたい。温泉旅館にずっといる？入れたらいいんですけどね。湯布院とか行ったら、え、湯布院ってどこですか？聞くけど何県だ？大分か。湯布院って地名なんですかね。湯布院って大分県湯布院みたいな感じ。湯布院って地名、地名なんか湯布院町があるん。愛媛から置いた船かな。船近いよ。まいちゃんサウナ行ってる？行ってない。まひなさんと行ってから一回も行ってない。一人で行くことないんで、なんか誘われないと多分行かないんですよ。まあ、ひなさんが、そう、温泉誘ってくれたから、前行ったんですけど、それ以来行ってないんですね。サウナクラクラしちゃう。そう、私もそうだったんですけど、そう、まあ、ひなさんにやり方を教えてもらってね、水風呂浸かるんですよ。で、カーファーってなって、もう一回入る。ゾンビ？ゾンビじゃないよ。オロポ？オロナミンシートポカリ？飲んでない。水風呂冷たい。え、そうなんですよ。水風呂冷たいから絶対に入れないって思ってたんですけど、そう、サウナの時は意外と、まあ入れませんね。冷たいのが苦手なので入れるかなとか思ったけど、マジでしんどかったですね。あの、水風呂が一番しんどいかも。もう寒くて。さ、あの、あれ難しいね。いや、入るんよ。入ったんやけど、でもね、水風呂に入る件なんかな、何回も入れる、そのサウナに。超いいよ。ありがとう。ねえ、なんか温泉の話題をするとさ、この腰に手を当ててコーヒー牛乳飲みますかみたいなさ、質問ね、マジで毎回来るの。何ですかその質問は。え、こうやって飲むかってこと？この質問絶対来るの、マジで。
んの、え、しません。こうやって飲みます。でも好き。コーヒー牛乳はすごい好き。あったら飲む。みんなない手当てて飲む。そうなんですか。服着て飲むのってどういう質問なの。え、でもさ、コーヒー牛乳買うところってさ、なんか服はみんな着とるとこじゃない。あんまさ、服着てない人がコーヒー牛乳買っとるの見たことないんだけど。え、一回服着て買ってもう一回脱いで飲むか、どっちかだよね。あんまいないと思う。なんか買うところって自動販売機でしょ。脱衣所に売ってる？売ってるかな。あんまりなんか脱衣所っていうか、そのこういうさ、のれみたいなとこ出て売っとるイメージあるんだけど。場所にあると思う。なんかあんまり脱衣所にあるとこ見たことないな。あの、あれは見たことある。あの、何ですか、こうピッて押したら水が出るやつ、なんだっけ。あの、学校とかにもあるやつ。冷水機、え、なんだっけ、冷水機なんだけど、ウォータークーラー、違う、え、ウォータークーラーか、え、合ってる。なんかこうやって押すか足で踏んでヒューって出てきて、そのまま飲むやつ。学校にあったよ。あれめっちゃ並んでたもん。ウォータークーラーの列みたいなのできてたもん。早くして早くしてみたいな。そのなんか運動後のウォータークーラー。運が悪いとなる。え、めっちゃわかる。最初の人冷たいのにだんだんぬるくなるよね。え、コロナで亡くなったよって人、なんか言ってる人がいる。そうなの？亡くなったの？なんか学校にあるイメージ、あれ。亡くなったの？並ぶの家だったから、その辺の水道でそのまま飲んでた。大丈夫なのか。学校って感じがする。購買充実してたか。購買充実、高校生の時かな。あったよ。パン売ってた。こうしてありがとう。なんかね、もうすごかったの、本当にめっちゃすごかったの。こうしてありがとう。みんなが休み時間になった瞬間に、昼休みになった瞬間に、あの、交番にダッシュしに来るので、まあご飯を持ってきてない生徒は、もう本当にその日の昼ご飯を買うためにめちゃくちゃ必死なんですよ。でも、パンには限りがあるから、だから、みんな、めっちゃ急いでもう走ってね、集まるの、パンのところに。でもな、パンのところそんなめっちゃ大きいわけじゃないんですよ。本当に人が、二人分並べるぐらいのところに、こう、置いてあって。でも、順番とか列とかじゃない。もう、これ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 、これ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 、これください、これください、これください、ってみんながこうなんか
この前のところからみんながこうやってこうやって来て、で激しかったよ、めっちゃ超激しかったよ。ゾンビじゃないんですよこれは。いや本当にもうこれって言って、そしたらもうあの何ですか、パン屋の人なのかな、その購買の人はあのもう列とか絶対ないから、もう気づいた人順にこうやって売っていくんですよ。はい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 、もう本当に大変、もう毎日群がってたもんみんな。私買えてたか、何回か買いに行ったけど基本お弁当持ってたからな。葵ちゃんに聞いてもその話通じる？いや通じないかな。高校生の時の話なんだ。私葵さんが多分 STU 入ったのって中3ぐらいなんじゃないですか。中2中3とかなんじゃないですかね。あ違うか、え違うね。高校あれわかんないけど、私葵さんと高校の時は被ってない気がするんだけど、中学どのタイミングだったっけな、あんま覚えてないや。わかんない、通じるかな。1学年下、そう一つ違いで、で葵さん先輩なんで1年早く入ってるんで、中学生は買えないんですよ、高校生のみなんですよ。なんで葵さん高校生の時どうだったのかによる。中学生は給食が出ます、高校生は自分でお弁当持ってこないといけないから、そのために購買もあった。こうしてありがとうございます。転校して、そうだよね多分ね。中学給食だったよ、もう中学校の給食ね本当にやばかったの。もうこの話したことあるかも、なんか本当にもう給食の準備を急がないとめっちゃ怒られてたの。だから本当に中学校やばかったの、もう給食本当にすごかった。なんかそう、中1から中3まで担任の先生が一緒だったんですよ。で3年間同じ担任の先生だったんですけど、その担任の先生がなんかあの給食は戦いだみたいな感じで本当に最初に言ったんですよ、中1の時に。そこから私3年間マジで給食は戦いで、もうやばかったの本当に。なんか40人一クラス40人いたんだけど、40人分の給食を10分で準備しないといけなくって、でその10分でどうやって効率よく準備をするかみたいなことをすごい話し合ったんですよ最初にね。でなんかもう絶対に10分間だったんです。でなんかね本当にもうまずどうやって早くしたらいいのか、余分なところを削っていこうって言って、で40人中20人が給食当番なんですよ。で20人はまた交代制なんですけど、いやオーバーするとやばいの、もう静かに食べなさいって言われるから、みんなその日は一言も喋らず食べるの。自分超えると喋っちゃダメ、 NG です。当番多すぎ、でもそんぐらい当番がいないとやっていけなかったのよ。でまず給食のエプロンは
あの給食のその一回つけて向かってたら時間がかかるから、つけながらあのその給食のところに向かいなさいって言われて、だからみんなキンコンカンコンが鳴った瞬間にもうプワップワー、もうつけながらカーッゾンビみたいになっちゃった向かってでまた戻ってきて、そうでもうめっちゃ急いでみんな継ぐのでも急いで配って、で移動教室とかだったら絶対にエプロンを準備して、エプロン一緒に持ってかないとダメだったので、なんか給食当番じゃない子にこの荷物持って帰っといて、私給食当番だからって言って、早着替え、そうだよ早着替えだよ、すごかったの。他のクラスから見たら異様な光景。え、そうだよ。だから言われてたよ。何年何組はすごい給食が早いみたいな。食べる時間があったよ。だから早いから準備がめちゃくちゃ。いやマジですごかったの。本当にもう見せたい。中学3年間、いや私その4クラスあったんですよ1学年でも、全部そのクラス替えはあったんですけど、中1中2中3でも全部同じ先生だったんですよ3年間なんで、もう先生が早く食べたかっただけなんじゃない。え、そうなんですよ、先生早く食べたかったの、なんか言ってたもん、なんかお腹が空いている、あと先生めっちゃ食べる人だった、すごい笑う服、笑服、ありがとう、にゃんにゃん、ありがとう。3年目の給食当番、子さん、そうだね、もう鍛えられてましたね給食には。男の先生、そう男の先生、ごしてありがとう、もうねすごかった、走れー今もう笑ってたけど、その時はもうみんなもう早く継がなきゃなんかありがとう。しかも先生めちゃくちゃ大食いだったの。大食い？なんか割と食べる人だったんですけど、いただきますした後にいらないやつさん持ってこーいって言って食べないやつさんここに持ってこーいって言って、めっちゃキャラ濃い、キャラ濃かったな。給食以外も厳しかった。厳しい時は厳しかったか。でもそんなに優しかったところもいっぱいある。厳しいところは厳しいしって感じ。こんになった。いいハート、ありがとう。何の先生？理科。
い先生だったね。暑かったね。とにかく給食だけじゃなくて、なんかクラスマッチみたいな、なんて言うんですか、運動を競ったりするやつとかも、体育祭とかもめちゃくちゃもう絶対に勝つって感じだったね。今も元気ですか？いや、私わかんないんだよね。もう母校にそんなに行ってないから、わかんないね。先生ね、同窓会出んの？同窓会って、同窓会って先生もいるもんなの？同窓会とかは行ったことはないからさ。同窓会って先生いるんだ。呼ばれるもんなの？そうなの？先生呼ぶ。学校がやってる。え、そうなの？え、同窓会って何歳ぐらいの時にあるんやろね。10代からやる。20、30、40、そうなん、10年おきにやったの。同窓会の連絡来たことないの？いや、二十歳の時に、確かに言われてみれば言ってないけど確かにみんなしてたかも。成人式、そうだ、成人式の後にやるもんなの？そっか。私服見られ、いや、まあ、私服確かに見られたくないけど、そう、私クラス会一回も行かなかった理由とか、あの、私服見られたくないからだからね。うん、やだ、なんか普段だってさ、ずっとさ制服で会ってた人たちにさ、私服そういうの着るんだとか思われたら、となっちゃうよね。いや、なんか恥ずかしいな。わけわからん。いや、これ分かってよ。
今日の服、今日の服は こんな感じこんな感じです。袖がこんな感じです、こんな感じです、こんな感じです。これニットよね。親もみって言われた。ちょっと待って。あ、そうやん、これで見れるよ。男女予防、ちょっと待って。サンキュー青い鳥さん、福ちゃん丸さん、はやりんごさん、アルフォートさん、くまねパパさん、元町さん、ミッキーさん、東京のスワンさん、オスタンズサムさん、シーサーさん、男女初めて上がりました、コーラさん、きなぺこさん、りょんきゅうさん、ありがとうございます。58分です。また明日、また明日、また明日だよ。皆さんお疲れ様でした。おやすみなさいませ。またねー。おやすみー。グッナイ。ラビュー。